た足を前に出します。今度は、この足を手の外側に持っていきます。股関節を開くようにして腰を落として後ろ足遠くに動かします。腰を下げて顔を上げます。反対側も同じく行います。足を手の外側に持ってきます。膝を外にグッとしっかり開いて腰を入れて